現在フィリピンの東の海上にあります台風3号ですけれども、この後発達をしながら沖縄県に接近をする見込みです。まず雲の様子をご覧ください。この時間のひまわりの雲画像を見ますと、フィリピンのあたり大変大きな雲の渦巻きが出ております。台風3号に伴う雲となりまして、この後さらにこの台風発達をする見込みです。予想で見てみますと、午前9時現在はルソン島の東の方にありますね、赤い円、暴風域を伴っておりまして、最大風速が35メートルと、この時間から強い台風に発達をしました。で、今ゆっくりと北上中なんですけれども、この後明日明後日と徐々に速度を上げて発達をしながら北上する見込みです。24日の水曜日、こちらが予報円なんですが、最大風速が45メートルと非常に強い勢力にまで発達をします。で、この勢力を維持したまま先島諸島の近海を通過していくという流れになります。このため24日から25日にかけては先島諸島は大荒れの天気となる見込みです。暴風ですとか高波、大雨、高潮、そういったものへの警戒が必要となります。沖縄本島に関しては台風の直撃はない見込みなんですけれども、今回の台風、風の強い領域も広くなりそうでして、やはりこちらでも雨や風が強まる可能性があります。最新の動向にはお気をつけください。このようにですね、明日から明後日、そしてしあさってと影響が強くなっていく中、台風の影響も今日から出始めます。波です。波予想を見ますと、この2メートル以上のライン、これが今日は北上してきます。先島諸島から沖縄本島地方にかけて2メートル以上の高波が来ますので、今日は引き続き海のレジャーには十分お気をつけください。明日になりますと3メートル以上の高波となってきますので、沖縄では海のレジャーは控えるようにしてください。最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。